ファーツァイ、ナストックフラジェラフォームハーブ、エックスモリナーリー、カルボ、ペレスイギリーは、中華料理の食材にされる、年中も俗の乱巣の一種。日本にも分布しておりやはり食用になる、イシクラゲ芸ヌコンミューンボーチの変種エヌコンミューンボーチ、バリエーション、フラジェラフォームボーン、イフラともされる。中華人民共和国青海賞、先生賞、 内モンゴル自治区等の乾燥地の草原において地表に生育し、毛髪状の軍隊を形成する。この軍隊は、寒天質の基質からなり、この中に細胞が一列に連なり、形細胞を交える、術状の細胞糸がうずもれている。年中もの名称はこの細胞糸の形態に由来する。食材となるファーザイ ファーツァイの中国語の発音は、材をなすことを意味する中国語の、こり材の発音と近いことから、刑事の食材とされた。中華料理では乾燥品を水で戻し、蒸す、煮るなどして調理される。有名なものでは、干したカキと共に煮て、材をなす良い市場と語呂を合わせた、おこり材講師という関東料理がある。最終時に熊手などで草原の地面を描いて集めるため、 中国の経済成長などに伴い需要が著しく増加すると、ファーツアイの採集による草原植生及び氷土の破壊が著しくなり、氷土流出など環境破壊が深刻になった。このため、中華人民共和国では2000年6月14日に国務院が採集と販売の禁止を通知するに至った。元来、需要に比して貴重な食材であるため、 販売禁止になる以前から、昆布や長松模化の海藻を用いて巧みに作られた偽物が、市場に多く出回っていた。中華人民共和国国内での採集及び販売が禁止されている今日、中国国内で表の市場で出回っているものは、こうした偽物のようである。まだ産業的成功にまで至っていないが、人工栽培の試みも行われている。ありがとうございます。